いやどうも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 、先日前のオースティンイエローメタリックの RS をちょっと試乗させていただきました。ありがとうございました。はい、オーナーの N さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今どれぐらい乗ったんでしたっけ？これはまだ1000キロですね。今日初回点検で。はい、まあ、やっぱ前の方と随分違いますか？やっぱり細かいところはだいぶ違いますね。なるほど。一番違いを感じるのはクイックシフター。うん、シフターね。うん、はいはいはい。一速から二速の衝撃が、前のはすごい気になったんですよね。ああ、確かにそうですよね。うん、これは全然気にならなくて、そこが一番驚きました、ね。そうそう。うちの試乗車ね、そうやっぱ乗ってみてそれはまず感じましたけど、確かにそうですよね。他の方も同じこと言ってたんで、ね、変わってますよね。バックステップ車外がね、なんかちょっとかっこいいのがちょっとついちゃってますけどね。バックステップはバックステップ前のやつから移植しましたけど、みんなこれつけた方がいい。ポジションがめちゃくちゃ決まります。ポジション良かったですよね。しっくりくるこれだとね。まあでもカスタムこれからですよね。まだそこであまりやらない、ね、他のバイクこれで終わりかな。そうっすかそうっすか。うん、シート前のこれ前のやつ使ってます。前の820のシート。そうだ、柔らかいんで。そうだそうだ、そうこれが柔らかくて使ってます。ね、冬になったら買えますけど、ね、そうですね。うん、シートヒーターついてますから ね、 そうですね。これ柔らかくてやっぱりこっちの方がお尻に優しい。燃費とかってどうですか？見てみました？あんまりなんか前より伸びてる気がするんですけど、エコモードは使ってません。エコモード一回使ってみて、はい、うん、ちょっといらないなって思ったんで。 あんまりレインモードとかなんかちょっと変わんない感ありますね。そうですね。あとエコモードにしてて、はい、追い越しで加速しようとした時に伸びないんですよね。はい、うん、そこちょっと気になったんでロードしか使ってない感じですね。はい、今リアフェンダーとか前のやつから移植したんですよね。はい、ね、そうですね。やっぱここが汚れるんでね、どうしても。最近GS のリアフェンダーつける人もね、たまにいます。はい、あ、そうなんです。まっすぐ使わないんですよね。ちょっとずれちゃう。あ、後ろのやつ。後ろのやつ。GS とかって。はい、ちょっとついちゃうからね。ちょっと距離見ていいですか？鍵が鍵そうだしか動かないよね。じゃじゃん。ほう、あ、本当1000キロだ。そうですね、今日走ってて1000いったんで。しかもこのメーターをもうすでに使ってますね。もうこの画面立ち上がってくる。そうですね。おお、やっぱ使いやすいですよね。使いやすいですね。そうね、いちいち切り替えなくて済むので、ね、これもスイパーし、これ前から流用？それ前から流用です。はい。反射やっぱりしちゃいます？いや、こんなことない。気にならなかったけどつけちゃいましたね。ね、ないです。もうそうね。ね、そうなんだ。そうですか、そうですか。パニアケースあまり使ってないですね。そこまでね、荷物積むこと今のところなくて、遠出もしてないからロングツーリングであんまりちょっと忙しくて行けない。そうですね、あと暑くて。ああ、まあね、派手ですからね。そうですね。そうですか、なるほど。年内じゃあとどれぐらい距離乗りそうですか？セカンドバイク多すぎる。そうですね。あと2台乗らなきゃならないから。そうですよね。そうです。そうだよ、もちろん悩みですね。はい。デイライトでも実際夜っていうか、トンネルの中でやってみました？あんまり。まだね、オートに設定してなかったから今日教えてもらったんで今度やってみますけど。そうですね。これからですね。はい。そうですか、そうですか。タイヤこれどうですか？ロードテックゼロワンは、まあ、メーカーの元もついてるみたいですけど、特にいい感じだと思います。別に、前のあれ、前の方の時このタイヤじゃなかったかな？ローテックじゃなかったです ね、 ね、あれと比べてもそんなにいうほど大差ない。大差ないですね。実はね、試乗車で運んでちょっと持ってたんですよ。はいはい。そう、
前の方乗ってる方がいて、うん、ちょっと話したらやっぱちょっと興味があってまたがってもらったら、はい、やっぱり、まあ、シートがほら違うじゃないですか、うん、ちょっと違うななんてちょっとおっしゃってましたね、うん、寒い日だったんでシートヒーター結構効いてて使ってたんでね、ああやっぱシートヒーターってやっぱいいんですね、ね、そうなんですよね、やっぱ最初の頃のと比べて試乗しちゃうと欲しくなっちゃうと思います、あそうですよ ね、 ねスクリーンってあのスモークスクリーンってどうですか、あれはいい、いやもう絶対いい、絶対いい、クリアと比べてはどうですかあんまりスモークで嬉しかったです、本当、はい、そうなんかクリアロット、あれ初めだけなんかクリアがついてきたから確かにちょっと面白いなと思ったそうですよね、うん、乗り換える決め手の一つにもなりました最初からスモークもね、マフラーはちなみにあのスリッポンの純正今回買ってもらったじゃないですか、はい、前のあのアールズギアのスリッポンと比べてどうですか、はい、前のよりだアールズギアよりだいぶうるさい、あうるさく感じ、はい、アールズギア静かすぎて、あこっちのが、はい、そうですかね、車検のものに、うん、まあまあ、でもやっぱ乗ってて気持ちがいいのはこっちですね、そうなんだね、うん、やっぱね僕もめちゃくちゃ軽かったんでそういうメリットはあったんですけど、そうなんですね、乗っててやっぱ音がいい音する方が楽しいかな、ね、うん、そう、まだね今年式があの車検が車検ルール厳しくなってるから車外マフラーもね、そうですよね、そうやっぱね、そうですか、そうですか、まあ、ました、まあまあ、じゃあぜひちょっと楽しんでどんどん乗ってやってくださいありがとうございます、はい、ゴープロそろそろ買い替えたいと思った、うん、これがねたまに落ちるんだよもう、うん、それがゴープロとインスタ360そうやってるから、うん、あのこのリアの動きとか見てるときってどこに貼っつけてるんですか、あれはね